しょっと、はい、どうもショッピーです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今のシーンいりますかっていうふうに今ツッコミが来たら、まあ、しょうがない感じがするんですけども、まあ、今回はそのいい意味での生活感は必要かなっていうふうな、まあ、そういうお話をしていきたいと思います。で、僕は2年前にこの物件に引っ越しをしてきました。で、その時っていうのは、まあ、冷蔵庫、机、パソコン以上っていうぐらいですね。もう物が本当に少なかったです。洋服も2セットぐらいしかなかったと思います。その時はヨガマットの上で寝てたりしてたんですけども、で周りの人から、え、ショッピーさんどうやって生活してるんですかっていうふうにこう疑問に思われる、よくそんな質問を受けてたと思います。でそこからやりたいことだったりワクワクすることにこうちょっとずつ盲信していって、でそこで、できることが増えていって、ちょっとずつその必要なものだったりワクワクするものが増えていったっていう感じがあります。で別に本邦初公開ってわけじゃないんですけども、今僕のお部屋はこんな感じになってます。ベッドがあって仕事スペースがあって、そしてその他諸々のこう小物を入れるスペースがこっちにあります。であとこっちには、なんて言うんでしょう、あそこの棚の中にはまたそれでトイレットペーパーとか靴のやつとかがいろいろしまってあります。2年前僕がここに引っ越していた時と比べると確実に物は増えました。めちゃくちゃ増えたと思います。で自分の心の中でも自分はミニマリストだっていう感覚ももうなくなってきているんです。どちらかというと自分はそのシンプリストだなっていう感じがしてます。まあ、その自分は何々だっていうふうに固めてしまうのもその可能性をがこうキュッてしままっちゃうので、あまりこう自分は丸々だっていう言い方をするのは僕はあんまり好きじゃないんですけども、まあ、どちらかというと言ったら自分を客観的に見た時にはミニマリストというよりかはシンプリストの方が合ってるんじゃないかなっていうふうに思ってるっていう、そういう感じです。はい、まず物がないと無駄が徹底的に省かれて、そのやりたいことにちょっとずつ盲信できて、そこで結果が出たり、あとその物がなかったりその人間関係での無駄が省いていくと、その無駄な出費も減っていって貯金が貯まりやすくなってっていう感じで思ってました。で、僕はそれを信じてました。でも、今の生活の方が、正直、その人間関係面だったり、仕事面だったり、貯金面だったりっていうのは増えてるんです。で、この動画はミニマリズムなライフスタイルを別に否定するわけじゃないんですけども、でも僕の中で、そのミニマリズムなライフスタイルと今の状況、で、その今の状況の方がいいのは何でかなっていうふうに考えたんです。その前、何にもない部屋にで仕事をしている時っていうのは、なんかこう、そわそわしてたというか、生活感がやっぱなかったですかね。で、今のそれなりに物があって、生活感がある部屋の方が、僕の中では集中できるっていう、そういう感じがします。まあもちろんその徹底的に物を省いていって、もう何もないところでパソコン1台でポンってやった方が集中できるっていう人もいると思うので、全員が全員に当てはまるわけじゃないと思うんですけども、いい意味での生活感がある状況だと、そっちの方がむしろ集中しやすいのかなっていうふうに思った次第です。皆さんどう思いますか？前のお部屋は正直帰りたい部屋かって言われたら帰りたくなかったんですよ。何にもないし、帰っても落ち着かないしっていう、帰っても落ち着かないっていう、そういう表現が正しいですね。いても落ち着かない空間だったと思います。でも今はそれなりに物があって、好きなものだったりワクワクするものに囲まれていると、この部屋に帰りたいっていう気持ちになったんですね。この部屋に光回線も引いたわけなんで、そのカフェでざわざわして隣の声が聞こえながら仕事するよりも、今ここでこう集中してもう高速のネット回線使った方が圧倒的に仕事の効率が早いよっていうのもあったりするんで、まあ、こっちに帰りたいっていう気持ちになってます。カフェで眠たいなって思った時には横になれないですけど、この部屋だったら眠たいなって思ったらいくらでも自由にいろんな体勢で寝られるわけなので、そう、まあ、そういう意味でもやっぱこっちに帰ってきたいなっていうような感じになってます。何にもないお部屋に帰りたいっていうふうに思うのであれば、何にもないお部屋にすればいいと思いますし、自分の好きなものだけで囲まれたお部屋に帰りたいっていうのであれば、まあ、そういうお部屋にすればいいと思います。で、まあ、その帰りたくなるお部屋っていうのは物の量だけではなくて、もちろんそこにいる家族とのその関係とか、帰った時にゆっくり休めるかどうかっていうのはその物だけじゃないと思いますので、人間関係だったり情報だったり、その他のものでもその帰りたくなるお部屋ってまあいろいろ変わってくると思いますので、でもちろん今の僕のお部屋の状況がもう最高ですっていう、もう完璧ですっていうわけでは全然ないので、なので皆さんのこういう状況にしたら居心地がいいんじゃないですかっていう意見もどんどん聞いてみたいと思います。なのでもしこの動画を見てる人の中で今居心地がいい部屋になってますっていうのであれば、
そのポイントみたいなのをあのコメント欄に書いてくれたらすごく嬉しいと思います。前の僕がまさにそうでした。物がなければないほどスッキリして居心地が良くて仕事もできるし貯金も貯まるようになるしっていうふうに思ってました。でも実際今こうやって物がそれなりに増えていってこっちの方が僕には合ってたんです。で、なんでかなっていうふうに考えたときに、その居心地のいい空間だったり、いい意味での生活感がある空間、帰りたくなるお部屋ができてるからかなっていうふうに思った次第です。はい、という感じですね。まあ、あんまり参考にならなかったかと思うんですけども、ちょっと僕が最近考えていることをシェアさせてもらいました。はい、ということで今回も動画をご覧いただき、ありがとうございました。ただですね、そのぶっちゃけ言ってしまうと次引っ越すところがかなりいい感じで そこが楽しみすぎてもうそっちでどうこうしたいみたいなのがすごい多いんです。なので今住んでいるところをブラッシュアップしたいとかその断捨離したいとかっていう欲がもうあんまないんですね。でも残りの期間ここで仕事をしていたりとか生活をするわけなので、まあ、やっぱりその帰りたくなるっていうところはキープしていきたいなというふうに思っている感じです。っていうのとまあ物が増えて、まあ、ブレてるっていうふうに僕自身もちょっと思ってるところはあるんですけども好きなものワクワクするもの必要なものだけで囲まれるっていうところはそのミニマリズムライフスタイルを送ってる時も今のライフスタイルを送ってる時も変わらないそこはブレてないとは思ってます。これからもいろんなことを変化させながらいろんなことを楽しみながらやっていこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。